はい。えー、お疲れ様です。今日の岸田総理なんですけども、なんとですね、総理が発言を修正しました。えー、先日ですね、えー、国民の責任という言葉を発せられた、こう、岸田総理ですけども、いろんな人に怒られたらしくって、で、家に帰ったら奥さんもね、あんな言い方ないじゃないのって怒ったんで、まあ、渋々ですね、今朝に、えー、総理の方がですね、まあ、国民の責任というのはちょっと言い過ぎたかな。まあ、 我々の責任ってことにしましょうかみたいな曖昧なこのね修正案を出してきたということでございます。えー、これはね、もともと防衛増税に対してえ自民党の幹部が紹介したものだったんですけども記事はこのように出ております。自民党は14日、同党のホームページで岸田文雄首相が13日の役員会で防衛費増額に伴う財源の一部を増税で賄う方針を示した際に今を生きる国民の責任と 国民に全ての責任を押し付けた発言が、これをですね、ちょっと言い過ぎなんじゃないかなというふうに、早速この場で怒られて、まあ先ほどお話したように家に帰ったら奥さんにも怒られたんで、しぶしぶ修正して、さらに曖昧な表現、我々の責任というふうにしたということなんですよね。政府の関係者と無関係者によると、事前に用意した発言案には国民と知らされていたんですが、これはね、官僚答弁書ですね。首相が上から目線だとして実際には我々に言い換えたということだったんですよね。 まあ、けどね、上から目線じゃないにしても、上から目線で考えてることは確かなんで、お前らいい加減にせようと思います。よくね、あの、岸田総理も適材適所って言いますけども、じゃあ何かいロスジェネ世代の俺たちは、年収100万200万非正規、その一生が、何適材適所なのか、この野郎ってことですよね。で、同年代の岸田総理の息子さんは、 ちゃっかりね、あのー、まあ、幹部の方座に座ってるという。また NTT かどうかと誘着するのかなと思って期待して待ってますけどね。はい、記事に戻ります。13日の役員会での実際の首相発言は報道に公開されなかった。えー、終了後、模擬幹事長が記者会見で紹介したが、その際、事前に用意されていた発言案に沿って国民の責任と説明したためと見られるという、ということで、責任のなすれがそこにあるわけなんですよね。まあ、でもどちらにしましてもね、 岸田総理ね、国民の責任も我々の責任も変わんないですよ。お前たちの責任だろと。俺たちは言う通りに行動するしかないんだからさ、ちゃんとしろよって結果責任はお前らが取れよ。なんだよ。結局、傑服のは国民かって感じですよ。ね。総理のボーナス400万その他、幹部のね、自民党幹部の給料300万出てて、私たちは年収がそこまでいかないわけですから。ね。ロスゼネ世代3000万人をぜひね、 救ってくださいよ。救ってくださいってのも変だろうな。命令しないといけないですよね。なんとかせえよ、この騎士だ。この野郎。ということで、今回は以上です。